オフィス、オフィスってか街、街だけど。僕赤か水色が好きです。あ、これこれこれ、赤かわいい。これは確かに。かわいい。さあ、おしゃれな BGM と共に。キリュウさん。キリュウ、ソニック対。え、ただちょっと、ま、パワー系に対しては強いで知られるソニックさんですけど。そうですね、なんかこういう飛び道具に持ってるやつに対しても比較的待ってるっていうのが強いですよね、うん、いや僕あの恥ずかしいことがあって結構いやソニックは取ってないっしょみたいな豪語したりする現役の時昨今活躍しすぎてどんどん肩身が狭くて今では普通にトップ5、いやトップ5派閥多いっすよね、というかトップ3かトップ1の人もいるからやっぱ火力高いからなこんだけやってんのに、うん、適正のも高くて差し込みもなんかもう意味ないじゃないですかハニは、うん、発生が間に合ってないすれ違ってるからただ立ち回りを圧倒してると言っても過言ではない。あ、ただここは撃墜耐えてここ耐えたのは結構でかそうですよ。ストードライト見てあの有利フレームからスピンチャージシンプル強いですよね、有利フレームスピンチャージでフリフレ暴れのその場回避を一方でリターンにする。さあ回避をお互いに切った形になったが最後にユリヒョンを取った新生側がクールで撃墜していく。さあスピンから展開作って空合を匂わせるようなそんな読み合いを2回繰り返しましたが撃墜には至らずロッキー選手理解しているような横スマッシュうまく大分の手なところを差し返す。結構あの NB の後に多分内ベク入れちゃってるんで、はい、あーなるほど外ベクだったら空合の展開にならないですけど、あー NB 食らった後の状況がちょっとそうですね反転 NB でキリュウさんが追撃してるこうやって反転してるんでそれに対してちゃんと外引きしないと危ないかもしれないです。立ち回り強すぎハリですが、が火力も出しすぎていると話題に。ソニックの評価神とさせていただきますか。神です一旦神とさせていただきますか。やっぱこれですよね。そうですね。スピンから匂う。さあここはリターン差で押していきたいが、一度こう立ち回りを見失ってしまうとやることがなくなる感じはあるので。自分でテンポを掴んでいるうちにロッキー選手としては立ち回りでハニはマジで回避上がりとかはとどめ確かに上スマッシュで撃墜していく。やっぱソニック撃墜が課題だと思ってたんですけどね、まあ、撃墜は課題っすねさすがにこのゲームの撃墜課題相当重いじゃないですか。とはいえあまりあるあまりある立ち回りあまりある言葉便利だな弱点を帳消しにする言葉じゃん火力もね、高いからなベースダメージが、はい、20、30じゃん。いやそうなんですよね、なんかその差し合いの選択肢と火力がこうなんか見合ってない感じはあるんだよな、うん、さあスピンから展開回避に対して空中後ろ2つ目、まだ複数しきるぞ。これはどうなる。いや一回ちょっと風船を削るような複数しをトライしているが当たるんですかね。どうですかね、あの風船を削って跳ねた後のなんか次の2タッチ目で何かってことですよね。さあ NB の後外ビックしてるのか分かんないですね。なんかふわふわしてるから空後の展開難しいですね。なんか今のは外ビックなんですけど展開的に結構良くないですね。ふわふわしてる分やっぱしずえさんのお茶目さが出てますかこれ。うーん、まあ、可愛いから空中しろ。ただ追い出してこれちょっと火力は高い。やっぱりしずえの持ち味が出るとしたらこういう状況ではありますよね。怖いですよ。まあ、撃墜場面でねソニック近づかなきゃいけないんで、うん、そうですね。やっぱりまあ身一つではあるからね、うん、言うて本体玉じゃんみたいな言われ方もするけど言うて身一つなんだよな。さあフェイントかけながら一方的に有利状況を作りたいそんな気配は感じないが空中後ろ攻撃ケーリー飛ばして撃墜。まあ、なんかソニックを突くとしたらこの展開で自利品にさせた上で自分が撃墜を通すみたいな感じになると思うんですけど、はい、なんかこう1ストック目は静江側で流れを取れるような撃墜から始まったんですけど、気づけばって感じでしたね。やっぱなんか NB 食らった後の展開良くないですね。体型のキャラはねなんか外下解散だよねっていう外下やってジャンプ復帰技っつってできるんだけど静江がやると、まあ、復帰技も、はい、まあ時間を使いすぎると安全ではないっていうのもあって今のところ桐生選手が復帰途中をこう手探りでどういうのが刺さるかなってこう模索してる感じがしてて、うん、この段階で静江側がラウンド取られると後半ちょっときついんじゃないかなって感じはもう出てますよ ね。4本目5本目までもつれるとちょっと復帰途中が刺さる展開はさすがに出てくるだろうなっていう。ロッキー選手としては
アグロ姿勢でいかないと。あと結構この対戦見てるときスピンの通りがいいんで、なるほど、ロッキー選手がどれだけガードできるかっていうのもある、ね、やっぱこうリターンバトルで技を切り やろうっていう攻略なんですかね。それが結構スピンの被弾率にもつながっちゃってるというか、まあでもなんか姿勢の機動力でそれをさばけっていうのも ガードをしてからなんちゃらっていうのもちょっとね難しそうではあるんで、そうすよ、ね、技置きが基本になるかなとは思います。やっぱそうですね、その機動力が足りない部族はきっと技が強いから技置きで潰して、機動力が高いやつらは技が弱いから、まあ、ガードから追う形でっていう、そうですね、まあ、王道の、まあ、あとはスピンの発生を潰す DA とかをやっぱりポイントで通さないとっていうところありますよね、うん、さあスピンがちょっと無法になってきてるか、どういう風に潰していく。ジャストシールド今よく止まったの見えましたね。外側に来ます。うわ強い攻撃、やはり傘、このソニックの姿勢にも当たるっていうのがね、確かに強いんですよ。確かに、なぜこんなにこう頭のでかいタイプのキャラが姿勢がいいのかというどうします、そこは。まあでもガードは若干漏れやすいんで、ね、わらみたいな、ガードはね、あの髪の毛がガードは漏れやすいんでね、わらで済ましたな。さあ気づけばロッキー選手の生命力が凄まじいことになっている。パーセントは真っ赤っかだが、あばだこさん、はい、撃墜困難出てます。これを見てどう思いますか、まあ、だとトップ5そういうこともある、そういうこともあります。そりゃね、両方スマッシュ外側から拳はでかいので、上強が、はい、自然の上強って撃墜までつながる技で反撃取るのは難しいんですよ。なるほど、なんで結構擦りがちなところなんですけど、それを狙って海外から横スマッシュ、やっぱりあの先ほどのね、あの菊崎選手との試合とかもありましたけど、相手を頼りにしている選択肢をしっかり撃墜技でとがめていく、うん、ああいうのこういうプレーがやっぱ求められますよね。なんだかスマッシュで撃墜、やっぱりこれ結構なんか SP の環境でも目立ちますよね、この撃墜のパワー、うん、ジャックからこういう風に撃墜するって珍しいから、結構ローリスクというか、まあ、うん、撃墜までつながる反撃はないのを確認してから撃墜と、ね、往年の昔の過去作品のボックスのジャックジャックを思い出すような、そんな感じの便利撃墜。デラックスの話します。フォービーユーでもありましたよ。あ、弱弱ベースマン、もしピカチュウが食らうだけかもしれないです。あんま食らったことないんで分からないウェスマッシュ反撃をやってる、はい。さあストックリードはロッキー選手である。このラウンドは取りたいか。この展開がねきつい、怖い。バディヒットして、さあいよいよ苦しい。この NB 狙ってくるが、これが今のところでかいリターンに伝わっていない。結構低めの位置で当てると1個だけ割れて、うん、その後の静江詰ませれそうな気もするが、今のところ一発目が当たってないのでどういう展開になるかちょっと分かりづらい。難しい。上スマッシュボレー狙ってましたね。いいジャンプですね。はい、これ以上ガードできないということを察知してジャンプ逃げ切っていたロッキー選手。さあこれは復帰阻止が狙える軽打なれ。ソニックといえばね、復帰もバリカタで知られてますけど、バリカタだね。僕たちが福岡で食べた、福岡にはしとんかつラーメンのような、豚骨ラーメンのような、豚骨ラーメンは失礼、やばいっす、豚骨ラーメン替え玉の時にニンニクをもう一個アバダンゴさんが入れた、そうっす、一層めちゃめちゃうまいんで、みんなでロッキーさんはね、まあ、福岡だったら間違いなく一番強いじゃないですか、今で言うと我々の思い出の地、そう、鹿児島まで判定を広げるとハートさんが広げるとハートさんとかが結構競ってくるんですけど、はい、もうあれ鹿児島でしたっけ、鹿児島っす、福岡だともう一番なんじゃないですか。そうですね、修羅の国を制しましたか、ついに。うん、しかも若いからね。まあソニックジャンプなくなったところをしっかり復調したいっすよね。そうっすね、硬いキャラだから、やっぱりバリ型キャラだから押すね多分叩かれてる今なんだバリ型してすごいなこいつ、黙れよって言われてさっきのはね、ちゃんと高めの上 B でソニックが体勢立て直す技を見てから空母でやってるからね、見てから偉いです、うん、さあやはり桐生選手が復帰阻止を見出す前にロッキー選手がラウンド取れるのはロッキー選手としてはいい流れ。上級拾ってスピンの出がかりを潰していった。結構近距離ロッキー静井が勝ち始めたというか、こうタイミングを理解してきたというか、うん、技がヒットする率が上がってましたね。
なんだかんだこう噛み合ってるっていうよりはテンポをつかみ始めるって感じなんだよな、うん、相手がこういう感じで打ってくるんだなっていう、ちゃんと技置きがね機能し始めた感じでありますね。まあこれはあれかもしれないですね、やっぱタイミングで勝負する側は、うん、ラウンド積み重ねるごとに強くなっていく、それに対してこうバリエーションで戦わなきゃいけないよねっていう側にソニックが徐々になってきたか。でここの立ち回りの不利に気づくのが早いかどうかってありますよね、うん、うわここ狙われてんだなっていうのをちゃんと自分で修正していけるから、うん、そこが試されるような試合になってきた。1ストック目は話している通りロッキー選手が我が物顔で制圧しているぞ。めちゃめちゃ痛い感じになっちゃった。仕事しましたねついに。反転した今日が、まあ、横強だったらってめっちゃ笑ってるっすねさあしかしまあまあまあケアで撃墜、まあ、ここら辺の、ね、ケア能力は実践中ですから空中しろ回避のあたり決まってしまった。あばばさんこれどうします、ね、これいや俺はおとなしく内側移動回避クーマイを食らう CM のキャッチコピーみたいな俺なこれでっつってでもしょうがないんで展開悪いの転職だったらなっちゃうさあパーセント差は最初凄まじかったが撃墜がうまくいったことで、そうですね、先ほどの差に比べると差がニアになってきたか。ジャンプ着地をしっかり横を空中後ろ攻撃で落としているぞ。技を合わせたかったがスマッシュでしっかり押し置きしてた。うんうんってうなずいてますからね、はい、まあ、さっきも狙ったんですけどちょっと噛み合わなかっただけですからね。ここは NB に井上若さ出ましたか。いやどうなんだろう、あれ結構運ゲーだと思ってるんですよ。運ゲーだと思ってるやっぱ運ゲーだと思っちゃうか、王子になると見てるかみんな見てるかさあ 82% 対 60% 追いかける側になってしまったのはキリソニック。テンポをうまく修正したいが両方今日さあもうこうなっちゃうとようこそな、ロッキー選手も心なしかノリノリで自分の卓に自信があるような感じがする。来たー新生ドリームコンボ決まっていく。あれバケモンっすよね。バケモンっす。あれ60、70ぐらいからなんかしっかりいきます余裕を持って、やっぱりハニを置いた時はチラチラチラっていう感じになってますよね。チラチラどころじゃないかもしれない、チラチラじゃない、ジーって見られてるかもしれない。来たっつって、うん、ジャンプジャンプ。しかもねちゃんと先端だと別件で怪しくなっちゃうからね、はい、根元でね出だしで掴んでるところ見栄えがいい、うん、やっぱり決まった感じがいいですね。代名詞なんかやっぱ他のキャラであんまりない類いの子見栄えしてるから、うん、静江だなっていう。静江なんか静江オリジナルコンボ感がいいんだよな、弱弱系も、まあ、しかも必殺技必殺技だから結構いいっていうのがいい、わかるな。なかったらしくないのもいいんだよなスマートなのもいい。さあ終点、終点来ましたね。さあ先にロッキー選手がリーチを上げて、まあ、ソニックがいる試合とは思えないスピードゲームでしたけど、うん、結構ね近距離で当てる回数が多いですよね、技大きい。さあなんていうかこう DA 横強かなりこうテンポ感がいいというか、うん、攻めに転じられるようになってましたよね。さあそうなるとソニックアーとしてはスピンを触れる頻度が減ってダメージリソースにちょっと問題が生まれてきそうな、そんな様相を思い描いている。スピンを着地側に直していく、ジャンプ落としたぞ。アバラさんまずいです。あー回避にぴったり噛み合ってボンビングがどっか行きました。テンポ変えて NB チャージ、空中白攻撃、追い出す展開は作れているが、これはパチンコでテンポをずらしてどうする、空中前攻撃これは届かず、攻撃上がりが確定。空中へ、次怪しい、怪しい、アバダゴの未来予知が来ました。さあ割りに行ったけど空中前、さすがにこれは厳しいか。今のさすがにピンクレフトじゃないだろうから、まあ、受け身チャンスはあったけど、まあ、畳む技の難しいところ、なんとか無敵に食い直して、これはちょっとハニワが反撃取り食う前で取れればっていうところですけど、ね、なるほど、つかみだと かなり気まずい感じだったから、いやでもジャックとかもハニワかなみたいな。さあここでロッキー選手が撃墜を取れるかどうかが、まあ80ぐらいまでになんとかしたいみたいなことはちょっとありますけど、まあソニック側は高く見積もって目標値100みたいなところがある。
釣り竿でスピン落とし、あの釣り竿も結構熱いですね。スピンを一歩で潰すのかな。ただやっぱり長距離離れてないと厳しいが、投げ狙っているが、その投げをしっかり見ている。後出しの権利があるぞソニック。あれはどうなんすかね、上見に釣り竿。まあ、むずいっす。ぴったり噛み合わさればみたいな感じだけど、まあやっぱタイミングずらし放題だしな。ソニックの復帰無限なんでね。空中しろ。さあ今日デイリークエスト100ダメージまで。見ている下が先端。いやー根元じゃなきゃダメか。エヌビータイミングずらして、もうこれ送りバントモード入りました。完璧です。とっくに入ってる。とっくに入ってる。とっくに入ってるか。根性の別れだって。まあ一回トライして稼ぎタイム稼いでしょ。やっぱ目標値100だった説。まあこのパーセントになって撃墜トライしたいですからね。ソニックして。でも上今日一発からすごいダメージ出ましたけど。30後半ぐらい全然すごくないか。NB 設置に対してリスクをつけて横距離を拾う。ギリギリ位置には至らない。うわ難しい。受け身よく取った。空中になる。シーズエさんがあっちこっち吹っ飛んでますけど、うまくパチンコからテンポをずらして崩していった。後ろ投げ拾っている。いやダッシュめくり、いい判断でしたね。いい着地狩りですね。まあ、終点だからこそっていうのがあるんですけど、はい、読みやすい撃墜択。後ろ投げの撃墜択まで見えていたが、さあ空中前で落として、ただここでこれちょっと送りバントもちょっとなんか微妙な感じになってきましたけど、まあ、結構強気の上スマッシュスピンの発生潰して、まあ、うちは見てましたね。はい、これは痛いぞ。ハニワが仕事している。やっぱりなんだかんだフィールド制圧能力ありますよね、ハニワ。ソニックさんの機動力がすごくて、なんかダッシュじゃないと抜けれない感じある。うん、ソニックはなんだかんだ地上のキャラではあるから、なんだかんだどっかで食らう時はある。さあここでダメージがついに逆転した。最終ストックで逆転する。試合展開、空中しろ、落として空中前飛び出して、これは下まで落としている。 NB2 個割れるパターンあるのかな、もしかして。これ運がいいとそうなるのかな。後ろに投げる。さあもう一回トライできるぞ復帰阻止。いやー復帰阻止がタイミングずらし方がうまい。ロッキー選手の復帰ルート、高めの位置で当たって吹き飛んで撃墜。いやこれはまくり方が非常にうまかったですよね。そうですね、近距離キャラのなんかいいところ全部乗せ、三先の戦い方ぐらいの、あれがあるしね。さあというわけで勝ったなロッキー選手。僕の喉の HP がもうデイワン徐々にやばいね、喉にもね筋肉があるんだな。ああなるほどね。まあでも無限にいますからね、やりたい人は。まあまだいけるな、もう一個ぐらいいくか。